私の方から、じゃあ、ちょっと見に行っていい？ちょっと、いや、紹介してください。これがね、うん、あの、新宿の2時5時間キャンペーンの時の。あ、ギター抱えて。そうそう、あの、まあ、路地裏っていうかね、路地の、ほら、純喫茶とか書いてある。はあ、純喫茶とはここに。同伴喫茶。え？いや、もう何でもないです。美人喫茶っていうのはどっかに、ね、美人喫茶ないね。こんな、ね、確かこの辺にあったんだけどな。あったはずなんだけど。そっか。そうなの。これが、だからデビューした時だから。キャンペーン中。18ぐらいって。18。うん。そうですか。いや。みんなね、たすきかけてね。ほんとね、その頃はもう。25時間寝ないで歌ったんですもん。新宿で。すごいね。そう。うわー。うわー、すごい。結構アップですね。藤井恵子って感じしますね。そうですね、これデビューして、1年目ぐらい。いいね、いい顔してるね。今日はあの天国。じゃあ、けいこちゃんは天国、私はあんた、会いに来いです。じゃあ、けいこちゃんからお願いします。心支えるけれど、寂しい夜はこの体ひと肌恋しくなる。
一人のため息も夢のまた夢ならば今度生まれてきた時は白い貝になりたいそれでも切なくて悲しみが後からついてくる生きてきた中でたった一つの天国だったのに生きてきた中でたった一つの天国だったのに